とか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後欲しかったね。どうですか、この9ホールやって。もう1日ずつ緊張してて、で最後に行けば行くほどもうすごい緊張して、最終すごい悔しいです。悔しい。はい。最後まあ何メーターかな、最後4、5メーター。はい。どうだったちょっと降って。はい、ちょっとずつ、あそこを決められなかったというのは、すごい決めたかったです。そうだよな、まあこれでさ、多分これから、はい、まあこういう場面がいっぱい出てくると思うので、はい、これがね、ツアーとか出てもさ、はい、まあこれが今回のさ、人生チームになってるんじゃないかなと俺は思うんだけどね、はい、どう、このストロークプレーとさ、はい、サバイバル、サバンドってさ、こうプレーと決めていくんだけど、どうだった、はい、そうですね、試合とはまた違う緊張感があって、そうですね、なんていうか、はい、またちょっとプレーの仕方も変わってくる、そうですね、相手のプレーも見なきゃいけないですね、はいはいはい、まあ、でもこういうふうにさ、こう、まあ、こういうこんだけカメラがあるから、はい、前でプレーできたって、はい、いい経験になるかなと思うんだけど、はい、まあ、とても、はい、まあまあできればこれを優勝したかっただろうけどさ、ね、はい、まあ、多分今みたいな最後のこうバーディーパットを決めたら優勝っていう場面がいっぱいこれから出てくるからさ、はい、まあ、そういう経験をいっぱいこれから溜め込んでさ、はい、ね、今後のなんか、はい、ね、プレーにつなげてもらえたらなって思うんだけど、はい、そうですね、はい、つなげていけるように、はい、この経験を生かして、そうだね、はい、そうだね、なんかありますかね、全体的にはなんか振り返ってポイントだったところとか、自分はよく乗り越えたなみたいなところあるんですか、全体的にさ、今日、はい、まあ、9ホール回って、はい、1ホール目からだけど、まあ、ここをうまく私は乗り越えたなっていうホールなんかあったかな、ショットとか。そうですね、ちょっと長いパーパットを決めた、そうはどこだったっけ、どこだったっけ、今見てます、やばいな、俺ら、俺のどこ、すいません、14番ですね、14番か、はい、そこからちょっとパットがどんどん良くなっていって、うん、ここまで最終ホールまでつなげることができたと思います、ね、うん、まあ、距離もさ、はい、ティーショット結構飛ぶ方でしょ、そうですね、はい、飛ぶ方ですね、はい、そうかそうかそうか、まあ、この100枚は逃したけど、はい、はい、この逃したこの100万円の悔しさ、あ、はい、この今後の試合にさ、はい、入られて、はい、それがこうもっと大きなものになるんじゃないかなってこうおじさんは思うわけ、はい、ね、はい、まあ、本当にこう、これから試合は、試合は、うん、今年はもう全然ダメだったんで、うん、また来年ですね、これから QT ですか、 QT、 はい、 QT はいつですか、 QT は来年です、今年も終わっちゃいました、あ、はい、そうかそうか、はい、じゃあ来年は、まあ、ちょっとあれか、いろんな人にチャンスをもらえるような試合に来年出て、そうですね、はい、そうかそうかそうか、はい、まあでもそういうちょっとしたチャンスとか、はい、ものにできるぐらい の、 あのプレーは絶対してると思うから、はい、ね、頑張ってほしいですね、はい、まあ、お前も頑張るっていう話なんだけど、いやいや、そんなことです、まあ、まあ、今後のね、活躍を、はい、すごく活躍、期待してます、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、100万円見えてましたか、どんな感じなんですか、2人になった時って、2人になった時は相手はしかも結構リカバリーしてきて、そうですね、はい、あんな林になっからね、はいはい、そういう覚えてるじゃないですか、やっぱり、はい、あったんで、うん、あの下りの長いパットを入れたりとか、はい、結構荒れて上がってきたもんね、そうですね、自分は結構ね、はい、がっちりきたから、まあ、ああいうのをされるとちょっとダメージは大きいよね、そうですね、うん、まあ、待ってる時段階ではちょっと気が緩んでたりするからね、はい、このホール勝ったかなと思ったところで長いのポコンとか入れるといられるね、はい、そうですね、気持ちの切り替えって非常に難しいのかなと思ったりもするけど、はい、まあ、これがこう相手が目の前にね、プレーの資格なんだろうけどね、やっぱこれ100万円かかって残り2人になった時どんなこと思ってるのかなと思ってね、あ、それさ、金額のこと考えたら、
金額、最終ホールに来た時はちょっと考えました、やっぱり、うん、そうか、はい、これ買ったら100万円って、はい、は思いました、はい、何使うつもりだったんですか、もし取ったら、もし取ったらちょっと引っ越ししたいなと思ってました、はい、え、家族も自分の、いや、一人暮らしなんですけど、はい、ちょっと広い部屋に引っ越ししたいなって考えてました。ちょっと引っ越し先が浮かんだ。そこまで、はい。なるほどな、はい、引っ越し代か、はい。ちなみに100万円 あのかかったバーディーパットってどうなんですか。ああ、すごい緊張しましたね、やっぱり。ほとんど初めて、小池って。はい、初めてです。はい、これ入れて、100万円。はい、すごいプレッシャーかかりました、ね、もう9ホール全部あそこにかかってるみたいなもんですよね、うん、まあそうだよね。え、アドレスした時にさ、はい、ちょっとこうふわーってするとかなんか ありました。バックスイングすごい上げづらかった。あ、やっぱそうなんだ。腕上がらなかった、はい、まあそうだよな、でもそれが普通だよな。そうです、100万円だからな、はい、今まで賞金は LPGA 賞金はどれぐらいなんですか。はゼロです。はい、なんか別の賞金はあったのか。まあもう特になくだったんで、はい、じゃあ何歳だった。21です。21歳。はい。いやいやいや、これから奥だ。そう。変な話してね。変な話したら、あれだけど、目指してもらう。これから奥だから。だけど、100万円で腕上がんなかった。だから、この先、あれですよ。あの時、100万円でビビってたな、私、みたいな感じになるから大丈夫。はい。ね。まあ、さっきも言ったんだけど、あれだよ、はい。どんだけ強くなっても、宮瀬さんは宮瀬さんだからね。はい。分かった。はい、あんな変なおっさんいたな、みたいな。それはなしで。はい。ね、お疲れ様でした。じゃあ、最後また握手で。握手していただきます。はい、ありがとうございました。